オランダ・アムステルダムで警察官を撮影する一般人による画像、動画、音声記録の適法性は一般人が他人や他人の所有物の画像、動画、音声を記録することの適法性に関する問題である。制限はあるものの、公有地におけるものはおおむね適法とされている。ただし、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧なくに地方は多い。 なお本項目では、記録行為そのものを主題とし、記録の二次利用についての問題は考慮しない。また、記録された対象が、著作物その他の知的財産権の対象である場合についても、その側面は考慮しない。また、市民や市人、カメラマン、旅行者、研究者などの民間人による記録行為を対象とし、公務員が公務上記録する場合は、対象としない。 一般人が他人や他人の所有物の画像、動画、音声を記録することが適法かどうかは国、地方によって異なるが多くの国、地方では公共物、公有地内の人物、公有地から見えるまたは聞こえる私有地内の画像、動画、音声をカメラやボイスレコーダーで記録することは通常適法である。私有地に立ち入って画像、 動画、音声を記録する場合は、立ち入り行為自体に、権限のある者の,の許可が原則として必要である。なお、公共物、公有地は、一般人が自由に見ることができるもの、出入りできる道路、公園などを想定しているが、多くの国では、国防施設の撮影は禁じられている。基本的人権の一つの精神的自由権や、民主主義の根幹である、表現の自由や、 言論の自由との兼ね合いとなるが、他人のプライバシーを保護するために、多くの国、地方では、一般人が、他人や、他人の所有物の画像、動画、音声を記録する行為を制限する法律がある。複雑なことに、多くの場合、写真撮影に関する法律と、映画撮影に関する法律は大きく異なっている。米国では、アメリカ同時多発テロ事件、 カメラ付き携帯電話の普及により多くの収支庁は撮影禁止法を制定した。条例や政策で特定のランドマークや施設を撮影禁止にしている収支庁もある。日本では日本国憲法施行以降は特に撮影禁止法は制定されていない。戦前は治安維持法令による軍事施設、重要施設の撮影などの間接的取締りはあったと考えられる。 また、画像、動画、音声の記録行為の適法性に関する法律は、基準が曖昧である。他人の画像、動画、音声を記録する行為を、個人の肖像権、人格権、プライバシー権に関わる問題として、ケースによっては違法とした。他人の所有物の画像、動画、音声の記録に関しては、基準が曖昧である。なお、一般人ではなく、 公権力によるものであるが、最高裁判所は、公権力が正当な理由なく、個人を撮影してはならないとしている。米国では、テロリストの攻撃対象になりうる施設は、撮影制限がある。例えば、多くの橋は撮影禁止の標識がある。ニューヨークシスタテンアイランドとブルックリンを結ぶ上下2層の自動車道専用の吊り橋ベラザノナローズブリッジは、橋の構造を、 ビデオ撮影することが禁止されている。2004年8月、米国バージニア州アナンデールで夫が運転しているとき、妻がチェサピークワンブリッジを撮影したため、夫が逮捕拘留された。夫はハマース関係者で重要参考人とされた。後に告訴されずに保釈された。日本では国防施設や重要施設も、 こういう力の行う分には撮影禁止ではない。もちろん、一般人が自由に出入りできない、私有地に立ち入って、画像、動画、音声を記録する場合は、立ち入り行為自体に、権限のある者の,の許可が原則として必要である。多くの都市は、カメラ付き携帯電話などで女性のスカートの中を、盗み取りする。いわゆる、アップスカート、女性の胸元のチブさを上から盗み取りする。 いわゆるダウンブラウスなどの覗き撮影を法律で禁止している。日本の47都道府県は迷惑防止条例でアップスカートやダウンブラウスを禁じている。例えば北海道の迷惑防止条例第2条の2の衣服等で覆われている体または下着を覗き見し、または撮影することとある。アップスカートでもダウンブラウスでもないが最高裁判所。 第三章法廷は、北海道のショッピングセンターでズボンを着用した女性客の電部をカメラ付き携帯電話で多数回撮影した行為を北海道の迷惑防止条例に違反すると認定した。親の許可なく子供の画像、動画、音声を記録するのは米国、ニュージャージー州では違法である。欧州では一般人が一般人を写真に撮り、 誰もが見られるように公開することは、こういう地内の人物撮影でも禁止されている。そのため、いくつかの国では、Google ストリートビューの導入が遅れた。集団の音声録音をするとき、集団内の何人が許可すればよいかは、米国の州によって法律が異なる。38州とワシントン DC は、集団の一人が許可すれば、会話を録音してもよい。他方、カリフォルニア、 コネチカとデラウェア、フロリダ、イリノイ、メリーランド、マサチューセッツ、ネバダ、ニューハンプシャー、ペンシルバニア、バーモント、ワシントンの各州では会話を録音するには集団全員の許可が必要である。ありがとうございます。